はい、2017年の8月22日、今日は電池がないので、今日は朝9時ぐらいから夜11時まで新宿でした。ベローチェマック西口でした。買ったものはあのサンドラックさんで、あのあっちのシルクアートにできたサンドラックさんで1500円ぐらいで3つですね。ミルクの森永のミルクのパウダーみたいなやつと、アサヒビールのエビオス粉粉末、あとはコーラかなんかのアクエリアス粉関係ですね。そういえば昨日錠剤をすり鉢粉々にして、それをまたあれですよ、フードプロセッサーで粉末化したんですけど、100均で買った、ローソンで買ったあのカレー粉ってあのクルクミンウコンとか、ウコンとか入っててクルクミンとかやったら肝臓にいいかなと思って入れたんですけど、ちょっとカレーの粉が飛び散ってカレー臭くなりますね。あれちょっと失敗でしたかね、いや、あるいは成功でしたかね。今日もサンドラックさんで、あれ、マルマンさんが、マルマンってゴルフかな、マルマンさんがって、ウコンの粉を1500円で買おうと思ったんですけど、ちょっとまた、ウコン、いや、でも肝臓大事なんですよね。でまたウコンが、クルクミンがいいという、明確な証拠があるのかないのかよくわかる。まあ、これだけ昔から言われてるんだからいいんでしょうね。まあ僕は親の、今日は、まあこれ、処方箋の医薬品が出せないのが悲しいんですけど、まあ、武田の和光は何万種類の試薬を持って、マンダムって言うんですけど、戦国とマンダム、よくわかりませんけどね。昔から言われてたんでしょうね。最近気づきましたけど。それこそ武田こそ使い放題で悪くなるという。まあまだ薬になってないやつですか。まあそれはさておき。まあとにかく栄養とちょっとでも良くなるような、良くはならないと思いますけど。まあ長生きできるようなあれを見つけようと。まあ鶴田クリニックさんでも、まあ、鶴田先生も素晴らしいんだと思いますけど、この間直接お話した 谷口先生でした。東大で博士号を持っている、それぐらい優秀だと思うんです。もう最先端のちょっと治療をやってほしいと思いますけどね。論文に書くなり知らないですけど、まあ多分訴えないでしょうか。最先端のあの薬とかねえ、薬とか点滴とか言って実験的にやるみたいな、お願いしたいんですけどね。こんなところに東大の博士号の先生がいた、まあ、それを言うと鶴田先生親子が鶴田先生っていうのがそこにね、そう作った、いいよ、作られた。ということで、まあ、今日は
医学書院の、まあとにかく昨日も夜中中ずっとこの IC レコーダー消し出せて、今日はまた 朝手が痛くなってて、今日こそ休もうと思ってイベント行こうか、ちょっとスポーツイベント行きたい、東京体育館で卓球やってるぞって、中学生の卓球やって行こうかな。あ、そうだ、そろそろ JST の審議説明会に行こうと思って、後ろの方でちょっと資料を細かく切っとけばいいやと思ったんですけど、いや待て、これ音がするからうるさいなと思って、やっぱ外に出ようと、んで新宿に行ったんです。音が、ま、僕の人口を増やす研究という名のアホらしいことがあるんですけど、それで世界道の下のベロチに朝早く行って端っこを確保しときますけど、禁煙の端っこを確保して、でもう9時ぐらいまで、夜9時ぐらいまで、でブレンドコーヒーで、まあ、あのブレンドコーヒー透明じゃない、カップが透明じゃないから中に何でも入れられるという、怪しいんですけどね、それでまあ今日は持っていくのが多いから手が痛くなるんだと思って、今日ものすごい薄いくて紙も薄い、医学書院の重略マニュアル2007ぐらいの持ってきましたけど、何年か忘れました。それを縦に切って細く切って、あの小さいハサミでやれば、もしかして手が治るんじゃないかなと思って、右手を治す治療で、それで切って封筒にちゃんとどこのページをやったかを書いて、まあ20、30出してたと思いますけど、あの地下サブナードのところの地下、それで今日はギターは弾きませんでした。その代わり、あの小田急の地下の食品売り場で、3、4食食べましたけどね。食品売り場を回るっていうのはホームレスの人のやり方なんですけどね、こんな恥ずかしいことをやっちゃいけない、ホームレスって言ってもいけないんですけど ね、困りましたね。いや、あのちょっとの栄養というか味が、元気が出るんですね。ということで、うちの父親にも味をあげる綿棒みたいなので、 ST さんがやっていったっていう、ちょっとだけ味だけはあれですよ、そうすれば途端に元気になるんですよね。この間もなんか、それでいろいろな粉を混ぜたんですけど、混ぜるべきか混ぜないべきかで迷うんです。まあ楽なように、母親、自分もですけど、母親を入れるのが楽なように。しかし母親はよく僕の言うことを聞くなぁと思って、ね。聞かなくていいだろうと思って。父親もですよ、父親も僕の混ぜた怪しい粉を体内に入れてますけど、ね、でも父親も自分で、あの本当に嫌だったら病院に逃げ込めばいいんですよね、風邪かなんかひいちゃって、家も地獄、病院も地獄。